今日はですね、私一人でお送りする本当の小泉さんにしたいと思います。これはこれですごく私らしい人生でいいなって思えてるんですけど、なんと私たち新曲を徐々に作ってます今日は初公開の曲がありますよ。これからもまた新しい扉を開いていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。